ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ちょっと聞いてちょうだい。どうしたんだぜ。この前、会社の同僚とご飯に行ったんだけどね。その同僚の弟さんもついてきて、一緒に食事したのよ。おう。その弟さん、将来はプロサッカー選手になるとか言っててね。頑張ってほしいんだぜ。でもね、その子。今は、ほんの遊びでサッカーしてるんですけど、まあ今年から、本格的にやろうと思っています。とか、かなりふざけたこと抜かしてるのよ。弟さんはいくつなんだぜ。もう17歳よ。さすがの私も、その年齢でプロを目指すには、遅すぎるってわかるから、サッカーなめんなよ。って、デイブス館長も真っ青の、名言を吐いてやったわ。霊夢よ。何よ。サッカー界には、17歳から本格的にサッカーを始め、国は愚か、世界を代表する超絶レジェンド選手になった、そんな男が存在するんだぜ。何ですと？というわけで今回は、アルゼンチンサッカー史上、最高峰のストライカーと評される、同国の大英雄、ガブリエル・バティスプータについて語っていくぜ。なんかかっこいい名前の人来たー。霊夢は、バティスプータを知っているかい？知らないけど、口に出して言ってみたい名前ね。バティスプータ、バティスプータ。もう名前からして、とんでもない人物だということがわかるわ。そうだ。この男は、強国アルゼンチンを代表する最強ストライカーで、全く名前負けしない実力と実績、そして伝説を持つ選手なんだ。おーおー。早く、バティスプータの伝説を聞かせてちょうだい。バティスプータのバティスプータによる、バティスプータのための、霊夢は、バティスプータ言いたいだけだろ。バレましたか。じゃあ、まずは、バティスプータの経歴から紹介していくぜ。よろしく。ガブリエル・バティスプータは1969年生まれ、アルゼンチン出身の元サッカー選手。1988年にプロとしてのキャリアをスタートさせ、国内で頭角を現すと、1991年に、イタリアのフィオレンティーナというクラブへ移籍。以降、ローマ、インテルといった、イタリアの名門クラブを渡り歩き、2005年に、カタールのクラブでキャリアを終えている。ほうほう。現役時代のポジションはフォワードで、どんな体勢からでも、両足と頭でシュートを打ち、豪快すぎるゴールを決める、1990年代を代表する最高のゴールハンターだ。そのダイナミックなゴールは、バティゴールと言われ、世界中を魅了したんだ。やっぱ、バティスプータよ。当時、世界最強のイタリアリーグで、344試合に出場し、200得点を記録。ワールドカップには3度出場し、1994年、1998年に、2大会連続でハットトリックを達成。代表では通算54ゴールをマークし、これはメッシに次ぐ、歴代2位の記録となっている。すげえぜ、バティスプータ。アルゼンチンを代表し、世界を代表するストライカーやんけ。そうなんだ。しかも、その子はモテなルックスとは裏腹に、非常に心優しい性格で、愛情深く、どのチームでも愛され、強烈な印象を残したんだ。マジモンのカリスマ来ました。さてさて続いては、バティスプータのキャリアを、具体的に振り返っていくぜ。わかったわ。まずは、彼のキャリアの始まりから、1998年ワールドカップ前までだ。よろしく。1969年2月1日、バティスプータは、アルゼンチンのサンタフェという地で生を受ける。幼少の頃から勉学に励み、将来は医者になることを夢見ていた。なかなかのお利口さんだったのね。ああ、彼は少年時代から、たくさんのスポーツに触れていたが、特に興味を示したのは、バスケットボールだった。え？サッカーは？もちろん、サッカーもやっていたが、一番力を入れていたのはバスケで。本格的にサッカーに転向したのは、なんと17歳の時だった。よえええ、いくらなんでも遅すぎない？ああ、私も相当遅いと思う。しかし、そこからアルゼンチン代表に駆け上がり、世界を代表するレジェンドになった。これだけで、とんでもない選手だったことがわかると思う。バティスプータの名に恥じない男だわ。1988年に、アルゼンチンのニューウェルズ・オールド・ボーイズというクラブで、プロデビュー。プロに適応するのは苦労したと言われているが、それでも徐々に才能を開花させ、アルゼンチンの名門クラブを渡り歩き、1991年に、イタリアのフィオレンティーナというクラブに移籍する。海外移籍来たこれ。移籍して1年目から活躍し、27試合に出場して13得点を記録した。サッカー始めて、数年でこれってすごいわね。ああ、2年目も、彼は16ゴールを挙げる活躍を見せるが、チームの勝ちにつながらず、クラブは、2部リーグに降格してしまうんだ。よえええ、バティスプータ、めっちゃ活躍してるのに。そうなんだ。しかし、バティスプータの実力は、イタリア全土に知れ渡っていて、当然、ビッグクラブから引き合いがあった。
2部に落ちるクラブに残るより、1部のクラブに移籍した方がいいわよ。そうだ。自分のキャリアを考えれば、他のクラブに移った方がいい。フィオレンティーナの地元である、フィレンツェの人たちもそう思っていた。さよなら、フィオレンティーナ。しかし、バティスプータは、このまま、クラブを見捨てるわけにはいかねえ。と、自分のキャリアを投げ、クラブに忠誠を誓って、残留することになるんだ。バティスプータ、翌シーズン、彼はチームを牽引し、1年で1部リーグの復帰に貢献している。この人かっこよすぎでしょ。ああ、これにより、彼はフィオレンティーナのシンボルとなり、1995年には、バティスプータの銅像が建立されているぜ。すげえ。1994年、1995年シーズンには、26ゴールを挙げて得点王を獲得。1995年、1996年シーズンでは、国内カップを制し、チームにタイトルをもたらした。バティスプータなしの生活なんて考えられねえ。順調に来ていたバティスプータだったが、肝心のタイトルが遠かった。肝心のタイトル？イタリアリーグの優勝タイトル、つまり、イタリアナンバーワンの称号だな。なるほど。1998年、1999年シーズン、フィオレンティーナは序盤から絶好調。首位を快走し、優勝争いを繰り広げる。よっしゃ、もう優勝するしかないわよ。しかし、優勝争いの途中、バティスプータが負傷で離脱。キャー！バティスプータの負傷で、彼の代わりを託されたのは、ブラジル代表フォワードのエジムンド。エジムンド、あとは任せた。しかし、エジムンドは、ブラジルで祭りがあるから帰るわ。と言い、窮地に陥ったチームを見捨てて、ブラジルへ帰国、リオのカーニバルに参加して、踊り狂った。結果、チームは失速し、優勝を逃してしまうんだ。エジムンドの野郎。まあ、エジムンドは、地元メディアとサポーターから、普通にソース感を食らっている。当たり前じゃあ。さて、イタリアリーグ制覇を逃したバティスプータ。話は前後するが、彼は、アルゼンチン代表として、世界制覇を目指すべく、1998年ワールドカップに参加しているんだ。頑張ってくれ、バティスプータ。続いて語るのは、1998年ワールドカップから、彼の引退までだ。頼むわ。1998年ワールドカップに出場したバティスプータは、大会5試合で、5得点を挙げる大活躍を見せる。たしかし、アルゼンチン代表はベスト8で敗退。世界制覇を果たすことができなかった。なぬ。残念、バティの冒険はこれで終わってしまった、ということだ。シャドウゲートみたいな言い方はよせ。冗談はさておき、1998年ワールドカップにおいて、バティスプータは、多くの日本人の目に焼き付き、大会で一番印象に残った選手だったと思うんだぜ。なんでよ。このワールドカップで、日本代表は、アルゼンチン代表と戦っているからな。なんですと、日本が初めてワールドカップに出場してぶつかった、記念すべき最初の相手こそ、バティスプータ率いる、アルゼンチン代表なんだ。バティスプータは、日本戦で1ゴールを挙げ、チームを勝利に導いている。まあ、日本はバティスプータによって敗北を喫し、一番最初に、世界の壁を感じさせてくれた相手、ということなんだ。そりゃ、印象に残りますわ。バティスプータは、フィオレンティーナでも、ナンバーワンに輝けず、ワールドカップでも、ナンバーワンに輝けなかった。彼は、何よりも優勝を欲していたんだ。そうよね。そして、2000年2001年シーズン、彼は、フィオレンティーナから、同じくイタリアのクラブ、ローマへ移籍することになる。フィオレンティーナを裏切る気か。まあ、この移籍については、バティスプータの夢を叶えるために、という理由が大きかったが、当時のフィオレンティーナは、財政危機に陥っていて、彼は、自分が移籍すれば、多額の移籍金がクラブに残る、そう考えて移籍を決めた、という事情もあるんだ。バティスプータ。そして、彼が移籍したローマには、あの中田秀俊がいた。1998年ワールドカップで、敵同士だった二人は、ローマで共闘、イタリアリーグ優勝を目指すことになる。敵同士が味方になるとか、激アツ展開ですやん。そうだ。まるで歯が立たなかった、あのアルゼンチン代表の大エースと、極東のサッカー後進国から来た、日本の選手が同じチームだからな。中田がいかにすごかったかが、わかると思うぜ。中田は神。バティスプータは移籍1年目で、20ゴールを挙げ、中田も、首位決戦となる試合で、優勝につながる、値千金のゴールを決める活躍を見せ、結果、ローマは18年ぶりのリーグ優勝を果たす。来たー。バティスプータは、念願だったタイトルをついに獲得するんだ。大きな夢が叶いました。その後の2002年2003年シーズン、彼は、イタリアのインテルというクラブに、レンタル移籍。
キャリアの晩年期に差し掛かっていたため、思ったような結果を残せず、このシーズンをもってイタリアを去り、カタールのクラブへ、2005年3月に引退を表明した。バティスプータ、お疲れ様でした。引退後は、長年の活躍がたたってか、歩行が困難になるほどの、足の痛みに苦しむようになる。何ですと？医師に、足の切断を頼むほど、ひどい激痛だったようだが、徐々に回復し、今では歩けるまでに回復しているぜ。よかったわ。現在は、建設会社や農業を経営し、穏やかな日々を過ごしているようだな。今まで頑張りすぎたからね、ゆっくりしてちょうだい。そうだな。というわけで今日は以上だ。マリサ、わかったわ。何がだぜ。人生に遅いとかはないのよ。何歳になってもチャレンジしてもいいし、成功する可能性があるってことよね。おう、今日の霊夢は、一味違うんだぜ。当たり前よ。そうと決まれば話は早いわ。私の可能性は無限よ。今からだって、子役を目指せるはず。これから、テアトルアカデミーの子役オーディションを受けに行くから。マリサは送迎の用意を。バカ言うなだぜ。霊夢が不審者になる前に、今日はおしまいにするぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。